タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、リュックを紹介しようと思います。はい、でもただのリュックではなくてですね、今回のリュックはビジネスマン向けのリュックって言っても過言ではないでしょう。皆さんね、僕も含めてもう社会人ビジネスマンになって、まず第一関門として皆さん通るのは何かっていうと、外回り営業じゃないでしょうか。僕もですね、アパレル時代はそこまで外回りとかなかったんですけども、今はですね、普通のロボット系の部品を売る商社に働いておりまして、その商社の第一関門として外回りだったりとか、あと顧客訪問、そういったところを結構経験させられました。で、やっぱりですね、外回りする上で一番大変なのが PC でのメール確認だったり資料確認っていうのをするときに、なかなかこうカフェに入る時間がないっていうところなんですね。で、あと日本人のまあこれは性質というか、まあなんていうかね、性格なんでしょうね。業務時間中にカフェに行って PC を開くっていうのは、なんかどうもね、サボってると思われたら嫌だなって思って、僕は嫌なんですよ。はい。まあ今回そういった外出時の、一瞬 PC を使いたい、そういうシーンに特化したリュックをね、今回紹介しようかなと思います。はい。じゃあ何かというとこちらです。こちらですね、マック開けで現在出資支援を行っている PC デスクの搭載のバックパックになっていて、こちら背負って運べる PC デスクというですね、題名のですね、商品になっております。はい。で、実際に僕みたいに、20代から40代の450人を対象にしたですね、外回り中心のビジネスマンとか、ノマドワーカーの中でも移動の多い人にですね、実際メーカーさんが聞いたんですけど、外出先で一瞬 PC を使いたい時にですね、どれぐらいそういった場面っていうのに出くわしたことございますかっていうと、これぐらいあるんですよね。実際、週1から4回と答えた人が、なんとですよ、67%。しかも、月1、2回の人は 24%。あまりないと答えた人がその残りぐらいになっていて、91% 人が月1回以上使いたいというふうに言ってるんですよね。まあ、僕もね、この結果を見たときに、実際、ああ、確かになって思っていて、やっぱりですね、こう、メールって結構日々、30から40ぐらいね、まあ、来ることはあるんですよ。自分だけにこう発信されてるものっていうのはそれほど多くないと思うんだけど、会社全体ってなるとやっぱり量が多くなってくるっていうのはやっぱりね、僕自身も体感しているのでよくわかります。特に、その人たちにどんな場所で使いたいと思いますかっていう時に、まあ、商談の合間とか資料の確認をしたいっていう時とか、あとは電車が来るまでとか、そういった時にですね、やっぱり使いたいっていう人が結構多くてですね、まあ、僕自身もまあタクシーで移動する時に、PC を開いてですね、まあちょっとメール確認したいなとか、打ち合わせの資料大丈夫かなとか、そういうのをですね、ちょっとやっぱ確認したいんですけども、なかなかこう膝の上でですね、こう PC を開いた場合ですね、こう安定しないんですよ。で、だからといって普通のリュックを、まあ、例えばこうあるとするじゃないですか、ここの部分もやっぱりショルダーがあるからこそ安定しない。やっぱりこう形上ね、こっちがちょっと、へこんでるので、 PC がこんな感じになってしまうと、そういうことが結構多いんです。はい。なんですけど、今回のこのリュック何がすごいかっていうと、1秒でも早く PC を使うことによって目標を達成したいというビジネスパーソンのために作られたビジネスリュックになっておりまして、で PC デスクを搭載したリュックになっているんです。はい。つまりどこでも PC で仕事ができるっていうところでは、営業とか外回りの人にはまさにうってつけのバッグかなっていうふうに思います。はい。で、そんなこと言ってタカさん、 PC デスクが入ったバッグっていうふうに言うとちょっと高いんじゃないのとか、ビジネスリュックって結構いい値段すんじゃないっていうふうに思ってる方いらっしゃるとか、意外と値段はリーズナブルで、これカラーとしては今回メーカーさんから黒をご提供いただいてるんですけども、黒の他にカーキーというですね、まあちょっとアーミーっぽい感じの色がございまして、その2つなんですけど、早割りの、やつを使っていただくとですね、超早割りで200名限定のですね価格にはなるんですけども、19,800円から 20% オフのですね、15,840円という形になっていて、結構ですね、まあ巷のリュックと変わらないぐらいですね、安いリュックになっております。はい。今回のこのリュック、実際に僕自身も届いてから、2、3日使わさせていただいております。で、使った中でどういったものが入るのかとか、ここら辺便利だよねっていうところをちょっとまとめてもいるので、ぜひ一緒に皆さん見ていってくれればなと思います。はい。早速こちら詳しく紹介しようかなと思うんですけども、まず最初にですね、こちらの PC リュック、特徴3つだけご紹介させてください。まず1つ目が、取り出さなくても、いつでもどこでもノート PC が使えるバックパックになっています。で、さらにはですね、こちらビジネスシーンに必要な機能を、兼ね備えるバックになっているので、そこら辺のところもですね、ぜひビジネスマンさん、ここあったらいいなっていうのが全て解決しているような形になっているので、ぜひね、そこも見どころ
ところです。で、さらに多機能なんだけどもシンプルなデザインになっていて、どうです、見ていただいて、なんかこうさ、多機能なリュックってなんかちょっとダサい感ってあるじゃない。なんですけどこれに関してはそれがないんですよ。なのでそこら辺のところも含めてですね、スーツでもカジュアルでも合わせていただきやすいかなと思うので、そこもちょっとね見ていただければなと思います。実際今僕カジュアルなんでね、うん、でスーツの写真はですね、ちょっとメーカーさんの写真をお借りするんですけど、またご紹介させていただこうかなと思いますので、ぜひ、自分のスタイルにバッグ使えるかな使えないかなっていうのを見てください。それじゃあ早速こちらのバッグ、詳しく見ていきましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。では今回はですね、こちらの、まあデスクの、位置です。この商品紹介していこうかなと思います。こちらが今回ご紹介する PC デスクを搭載したビジネスリュックになっております。はい、まずスペックの方をご紹介させていただきましょう。カラーとしては先ほども言ったようにカーキーとこのブラックがございます。で、サイズ感としては横幅が29、高さが45で、奥行きが11センチっていう形になっていて、結構ね、四角くてかっこいい、まあビジネスリュックになっています。結構今回僕自身もですね、3日間かなり荷物をたくさん入れたんですが、僕荷物多いことで結構有名なんですけども、そういう人でもですね、十分だなって感じていただけるぐらいですね、しっかり物がたくさん入るので荷物多めの人も結構使いやすいんじゃないかなっていう風に思います。一応これに関しては過去にも僕が紹介させていただいたかなり使いやすい素材 X パックっていうものを素材を使っておりまして、まあ、いわゆる X パックっていうのは何層にもつらす重なった薄い生地にはなるんですけども、防水性、撥水性っていうところが結構、優秀なんですよね。よくアウトドアブランドとかも採用してるような生地になってるので、会社で必要な大事な資料とかも、まあ、濡らさずに持ち運ぶことができるっていうところでもかなり優秀かなと思っています。はい。一応 X パックに関しては、この表面上の部分が X パックを使っている形になっているので、基本的にね、必要なものっていうのは、この前面に搭載していただくのが一番おすすめです。はい。で、まず、なんといってもこいつの機能の目玉というところで、PC デスク機能、ここをまずは紹介させてください。はい。PC デスク、どこにあるのっていう風に思われた方いらっしゃると思うんですけど、実はこれね、背面の一番後ろ側のファスナーを開く PC デスクがですね、こちら、使える形になっています。はい。実際 PC デスクを使う際は、ここのショルダーの部分に、カラビナがですね、2個ありまして、普通にこのショルダーはですね、こういう感じで外れます。はい。で、普通にリュックで使う場合は、まず1個目をここに、D カンがあるので、繋いでいただくだけでいいんですけど、この状態だと、これを開いた時にこれがビヨンってなるじゃないですか。だと、ちょっとストレス溜まりますよね。そういう時に使うのがもう一つのカラビナになっていて、ここのショルダーの部分にもう一個三角形のこのカラビナがあるんですよ。なので、それをここに、繋いでいただければこれが短くなってこれがビヨンとなることがございません。はい。でここまでできたらここをこういう感じでねファスナーがあるので開いていただいていきますよ。じゃじゃーんっていう形でここの部分に、まあいわゆる拡張の布が貼ってあってしっかり自立した状態で PC デスクが出来上がります。でここの板に関してもですね、硬い、まあ、なんて言うんですかね、レザー調っぽい感じの、まあ、なんかこう、素材を使ったものがあって、普通の、リュックにはあんまり使われない素材を使っているので、これのおかげでかなり安定したですね、PC デスクが出来上がるって感じです。はい。なので、僕普段は、会社用の PC はこういうレッツノートなんですけど、こういうレッツノート開いていただいてですね、こういう感じで、もう PC を触ることができます。はい。なので、結構簡単にですね、この PC を、使っていただけるかなと思います。かなりこうタイピングっていうのも結構しやすいので、個人的に膝の上で PC を使うとかに比べると全然使いやすいです。で、これ、さらにいいのが、この PC デスクなんですけど、抜群にいいところに、こういうね、大きめの袋と、あと小さめの袋があるので、まあ、例えば充電器を持ち歩く人とかであれば、こっち充電器。で、こっちに会議資料とかをこういう感じでね、入れておくとかでも、全然ね、いいかなと思います。で、僕の場合は、まあ、充電器っていうのはあまり持ち歩くことがなくて、充電がなくなる前にはですね、絶対帰ってくることが多いので、僕はこっちにスマホを入れております。はい。なんですけども、まあ、こういう風にスマホと、まあ、資料をしっかりと、導入できるっていう点でも、かなりこう、便利ですし、必要なものっていうのを身近にね、こう収納できるので、かなりこの PC デスクっていうところで、パーソナル、まあ、空間が出来上がるので、結構いいかなと思います。で、一応ここに関しては、17.31 までの PC が使えるので、
よくある会社支給 PC が結構大きめの会社もいらっしゃると思うんですけど、そういうところでもですね、抜群に使っていただけるかなというふうに思います。はい。これからですね、このビジネスバッグなんですけども、詳しくですね、いろんなところによく考えられたビジネスマン向けの仕様っていうのがあるので、それを紹介させていただこうかなっていうふうに思います。まず、機能性としてはこれだけあって、全部でですね、9つの、機能がございます。なんといっても、まず1つ目がワークツール用の内部ポケットが豊富であるということ。これ本当にポケットの中身が豊富で、後からメインコンバートもお見せするんですけど、むしろこれがあれば、財布もなくてもいいんじゃねえかっていうぐらいポケットが多いです。で、さらには、防水撥水設計がしっかりしていて、2way 仕様でも持てる。スーツケースも固定ができるので、出張時にも便利です。で、服の中で僕一番大事にしてるのが、自立式っていうところなんですけど、このリュックなんですが、しっかりとですね、この机とかそうですけど、地面に置いた時に、底面が安定した形になってるので、こんな感じでね、しっかりと立ち上がるんですよ。なので、地べたに置いた時に、ガシャンってひっくり返らないことから、まあ中身も、こう、崩れにくいし、なおかつ、まあ大事な PC とかが入ってる場合ですね、今こう、いきなりこう、ドンって落ちたことによって、ハードディスクがおじゃになることもあるでしょう。そういうこともですね、厳選としてないっていうのがかなりいいかなと思います。で、重さ軽減ショルダーとかも採用しているので、そこら辺のところのフィット感っていうのもぜひ体感していただければなと思います。はい。まあ、その他もですね、止水ファスナーだったり、ペットボトル収納があるっていうところから、かなり使いやすいものになっているので、ぜひ最後まで見てください。はい。まずは、先ほども言ったように、ワークツールの内部ポケットがすごいっていうところをご紹介しようかなと思います。まあ、ここら辺の方にも載せておきますが、これだけポケットがございます。はい。で、ポケットがたくさんあるところっていうのが、この真ん中のファスナーを開いたメインコンバーターになっていて、これ11センチの街があるからこそですね、かなりたくさんのものとか太めのものも入ります。はい。今こう、開けてみたらこんな感じになっていて、上の部分がこういう感じで開くんです。で、結構この上のカバー部分も、大きく開くので、物も取り出しやすいかなと思います。はい。僕が入れてるものとしては、まずこのポケットの、使用表で言うと、電卓とか財布を入れるようなところかな、そういうところに関して僕はこれぐらい大きいですね、パスケースを入れております。で、パスケースもですね、ちょうどジャストサイズで入るのですごいいいです。で、ここの下の部分に関しては携帯を充電する用のモバイルバッテリーを入れているのですが、モバイルバッテリーもですねこういう感じでぴったりと入る感じです。はい。で、その隣にボールペンがあって、で、ここにまあ、こういったね、iPhone ケーブルを入れて、あとはここの部分がメッシュポケットを採用していて、ここファスナーポケットがもう一個あるので、ここになんかこういったね、会議で使う用のイヤホンを入れたりとかもしています。なので、まあ、ガジェット類とかもこうね、位置決めをしやすいのもいいかなと思います。僕はあんまり持ち歩かないんで、ここに書いてあるようなノートっていうのは入れてはいないんですけども、ここの部分も結構ね、大きめなポケットになってるので、例えば向こうでもらった資料とかを折りたたんで入れていただくとか、そういうのもしやすいんじゃないでしょうか。あとはメモ取るようなこういったね、メモパッドとかもしっかりとここの部分入るので、まあ電卓入れないよっていう人はですね、ここにこういうメモを入れていただくのも一つの使い方かなと思います。で、こちらに関してもこんな感じになっていて、これ、ね、すごいのがここにカードがあるのよ。なので、僕みたいにまあ、こう会社のアクセスキーとかをここに入れておくことによって、会社ついてまあ、ここの部分さっと開いてすぐにキーをかざして入室することもできるし、あとは、会社のね、外回りの時必要なのが Wi-Fi ルーターだと思うんですよね。僕は Wi-Fi ルーターの代わりにサブ携帯っていうのを使ってるんですけど、そういうのをですねここに収納することもできるので、まあ、持ち歩きっていうのもすごいしやすいです。で、あとは名刺交換とかするようなこういう名刺ケースとかもここに入れれるので、ビジネスマンの最適ツールっていうのはこの外側のポケットと内側のポケット含めてですね、2つで、まあ基本的には養えるかなと思います。で、街が広いって言ったので、かなりねたくさんのものが入るんですよ。例えば僕の場合 iPad の 12.9 インチをここに入れていたり、あとはですね、こういったね幅が大きめのポーチ、こういうのも入ります。で、その他で言うと、まあ、こういうペンケースも入るし、メガネケースも入るし、あとはまあ先ほどの PC デスクで少し余裕があったと思うんですけど、そこで使う用のこういったマウス、大きめのやつですね、ロジクールのマウスなんですけど、それもねそのまま入るので、まあ、基本的にはこのビジネスバッグかなり物が入るので、物が多いよっていう人もですね、全然ね使っていただきやすいかなと感じております。で、その他のポケットとしては、この前面のところにこの字で開くスペースがあって、そこにはこれぐらい大きめのポーチを入れることが
ができたり、その下に関しては横のファスナーになるんだけど、ここバシッと開けていただくと、こういった暗号門を入れるぐらいのですね、大きい、スペースがあるので、まあ小物の収納の仕分けっていうのもしやすいかなと思います。はい。で、あとは最後にね、これぐらいのペットボトルを入れる用のですね、ペットボトルホルダーもあるので、まあ飲み物を持ち歩きたいよって人はこっちに入れていただいてもいいし、あとは水筒の場合はね、中に入れていただいて、ここをあえて僕のおすすめとしてはですね、折りたたみ傘、そういうのを入れていただくとですね、非常に雨降った時に瞬時に取り出せて結構いいなと思っています。はい。続いてご紹介するのがこちらの撥水性防水性っていうところですよね。これエクスパック対応してるっていう風に言ったと思うんだけど、この表面の部分が何回も僕のね動画では紹介してるんですけど、エクスプレート裏生地と表生地を貼り合わせた、エクスパックっていうのを、使ってるんですよ。はい。で、これはセールクロスっていうヨットの帆でシェア世界一を、誇るですね、ディメンションポリエント社が開発した、まあ生地になっていて、まあエクスプレーファイバーと裏生地を貼り合わせて、さらに表生地を表面にね貼り合わせることによって、3種類の素材を特殊な方法で貼り合わせてるので、3層構造からなるですね、強度、軽さ、そしてですね、防水性というのが一番売りの生地になっております。はい。なので、例えばなんだけど、突然ねこう雨が降ってきましたよと、こういう風に雨が降ってきましたよっていう風になったとしても、染み込まないのよ。で、染み込んだとしてもこのね内側の部位に関しては中に入ってこないので、非常にですね、雨降った時の貴重品の、管理っていうのもしやすいです。で、ここね、もうあと濡れたところは屋内入っていただいて、まあ今回僕ティッシュで拭いてるんですけども、ハンカチとかタオルとかそういったものを持っていれば、こういうので拭いていただければ、もうこの表面触ったらですね、濡れてないって感じになってるので、結構そこら辺のところはですね、いいんじゃないかなと思います。で、さらにこのナイロンの部分に関しても、コーデュラ製のナイロンを使っているので、まあ米国のインビスタ社が開発した特殊生地になっているっていうところから、まあこう丈夫な生地になってます。で、このコーデュラっていうのはですね、シュプリームとかもそうだし、それ以外で言うとユニクロさんとかも使ってるし、あと米軍とかそういったところでも使われてるような丈夫な耐久性のある生地になっているので、まあ多少乱暴に扱うようなシーンとかでもですね、しっかりと、まあこの生地は破れずに、保ってくれるので、そこら辺のところも安心できる素材ではないかなっていうふうに思います。はい。で、その他の点で言うと、これの特徴として2種類の使い方が作られるっていうところなんですよね。どういうことっていうと、まず1つ目の使い方としては、やっぱりバックパックなので、まあこういう感じでね、背負っていただくっていうのがまず1つの使い方で、もう1つの使い方としては、やっぱりですね、これビジネスマンの方だったらよく使う方法ではないのかなっていうふうに思うんですけど、ここのショルダーをこの内側のねところにこう収納してあげて、リュックに抵抗があるって人はこういう感じでね、ブリーフケースとして持つことも可能です。で、まあ僕は個人的にはもうリュック世代ではあるので、リュックで持つことが多いんですけど、やはりちょっとね、僕よりも年配のおじさま世代はね、リュックに抵抗があるっていう人もいると思うので、こういう風なブリーフで、まあ出張だったり通勤っていうのもできるっていうのはいいかなと思います。はい。で、個人的にブリーフで持つ場合もこの持ち手が結構ね長いので、持ちやすいかなと思いますし、まあこの全体的に四角いバッグなので、普通のリュックのブリーフ型で持つよりもですね、感じとしてはビジネスバッグを普通に持ってる感じになってるので、あまり変ではないかなっていう風に思います。はい。で、一応このバッグに関しては、まあブリーフで持つときにすごい便利なんですけど、ここの部分に、まあキャリーケースのね取っ手を入れれるスペースがあるので、出張時にバッグをね固定する場所があるっていうところも結構いいかなと思いました。はい。で、僕これなんと言っても素晴らしいなと思ったのが、これこういう系の、まあ、ブリーフと、リュックになる、2ウェイパターンのリュックって、背負い心地がなんかイマイチだったりするんですよ。なんですけど、今回のこのリュックね、めちゃめちゃ背負い心地がなんか良くて、なんかね、持ってる感としては、ノースフェイスとか、そういうアウトドアブランドで、買った高級な、こういったブリーフ型の、まあ、バッグに近いぐらいですね、かなり背負い心地がいいです。はい。で、なんでかなと思ったら、これ実はね、ここ見るとわかる。このショルダーが S 字のアウトドアショルダーっていうのを使ってるんですよ。で、これはアウトドアリュックによく利用される S 字ベルトになっていて、こうすることによって、まあ全体に対して無理なく重さを分散してくれるからこそ、僕あんなに荷物を入れていたのに結構軽いんですよね。で、フィット感めちゃめちゃいいくて、これだったら長時間ですね、外回りをするときもかなり楽かなっていうふうに思いました。で、さらになんですけども、ここの背中の部分がストレス軽減パッドが搭載されているので、背中に当たる直接当たるこの部分に関してね、緩衝材が入っていることから優しく背中にこうフィットしてくれてるので、どういう背中の人でも結構安定した持ち心地ってのを体感していただけるかなっていう風に思います。はい。じゃ
最後にですね、こちらまとめに入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。いかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの PC デスクを搭載したバックパックをご紹介させていただきました。個人的にこれビジネスマンにとっては最高のリュックだと思います。働く人にとって必要なリュック、必要な機能っていうのが全部揃っているので、まさに妥協しないビジネスバッグって言ってはこれ一択かなっていう風に今思いましたね。で、実際まあ、この 2,3 日使ってみた結果ね、この後ろの特にこの PC コンバートメントが搭載したエリアあるじゃないですか。こちらの部分か、この部分に関してもめちゃめちゃこの盤面が硬いからこそすごい安定して使いやすかったし、でどんな PC でもこれ使えるなと思ったので、今回ねちょっとお時間がなかったので、まあ編集はこれとかやってないんだけども、編集とか間に合わなくて移動中にこういうところで編集したいなっていう時とかも使えるんじゃないかなって思ったので、これ結構いいなって思いましたよ。でしかもなんかこの前面にこの板があることによってですね、まあ要するに自分の個人パーソナリティが出来上がるので、あんまりこう他の人の視線も感じないっていうところから安定したね、まあこう仕事ができるんじゃないかなとも思いました。で、使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくとですね、まあいいところとしては、防水機能、撥水機能がしっかりしてるっていうところと、あとサイズ感結構大きいので荷物がたくさん入るっていうところ、あとは PC デスクの時にこの底面の部分がですね、しっかり硬い素材を使ってるので安定したタイピングっていうのができるっていうところはいいところでした。で、大きめの PC も使えるっていうところから、まあ大きい PC を支給される会社にも、使えるし、僕みたいにレッツノートの小さい人はですね、プラス余白でマウスを使うことも可能になっているので、まあそういう意味でもですね、このバッグかなり、ビジネスマンにとってはいいんじゃないかなと思います。で、あとは背負い心地っていうところもすごい気持ちいいし、まああと色使いですよね。色使いが派手じゃないので、ビジネスマンって結構スーツとかそれこそまあアパレルの人だったらね、まあ黒系とか白系のね、まあちょっとおしゃれな服を着る人もいると思うんだけど、派手じゃないからこそいろんなね服装に合うっていうのも結構ポイントは高いかなと思います。はい、残念なポイントないんですかっていう風に言うと、残念なポイントあんまなくて、っていうのが僕が今までなんかこうリュックのレビューをしているときに必ずと言っていいほどなんか欠けてんなっていうところって、まあやったら防水性能だったりとか、まあ止水ファスナー使ってなかったりとか、そういうところだと思うんだけど、今回ね全部揃ってんだよね。だからあんまりねなんかこうデメリットないんだよね。まあそうね、まあ唯一もう一個なんか付け加えてほしいなっていうのがあるとすれば、まあ背負いながら充電ができる USB ポートがあったら、もっとこれ背負ったまま充電もできるし、それこそ外回りの人って携帯の充電とかって結構気にする人も多いからこそ、なんかそれもなんかこう考えなくていいですよみたいな感じにもできるから、そっちの方がなんかまあいいのかなっていう、そういうのがあるとさらに便利になるんじゃないかなっていうふうには思いましたけども、まあ僕はこれはこれでですね、もう結構完成形かなっていうふうにも思ってはいるので、もう今のままでも十分僕は満足しております。はい、こんな感じで今回のレビューは終了させていただきます。ぜひそこの外回りのビジネスマンの方、はい、こちらのバックパックぜひ試してみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー